わけで今日もミッシーロンクのチャンネルへのお時間です。先日ですね、新しく新規開放がしておりまして、白猫プロジェクトですね。あ、こんにちは、黒猫のチューニーです。最近自己紹介をほとんどしてない。お前誰だみたいになってますけど、チューニーと申します。よろしくお願いします。今日も見てくださってありがとうございます。ですね、今日は白猫プロジェクトで、イリアさんがですね、新規開放が来てますので、で、ギリギリまで育てたので、こちらのイリアさんで、ボヒョウソロに挑戦したいと思います。ミナトさんね、白猫の超師匠、ミナト師匠って呼んでるんですけども、ミナトさんがですね、プレイスキルを磨くなら、プレイヤースキルを磨くなら、ボヒョウソロに行けとおっしゃったので、で、ボヒョウソロに行こうと思います。行けっかな。イリアさんの声優さんが沢城みゆきさんなんですよ、私。沢城さんすごい好きで、ハンターハンターのさ、クラピカさんとかの声優さん、まあ、いっぱいいっぱいやってる方なんですけれども、ですね、まあ、ちょっとみんな、そんな声も聞きたいかなということで、レベルをあと1個残してます。なので、ちょっとそこからやっていきたいと思います。では、レベルアップ、イエイ。まだだ。もっとだ。あー、まだだ、もっとだということで、超イケボですよね。たまらんですよ。パクさんも好きなんですけど、ね、パクさんとか沢城さんとか、なんかそういうかっこいい声の女性がすごい好きです。はい、ということで、ボヒョウソロ行ってみたいと思います。いけるのか、いけるのか。はい、というわけで、何回もね挑戦してるんですけれども、ボヒョウソロ行きたいと思います。イリアちゃんに、イリアちゃんって言うとあれなんですけど、ね、そんなイチャンって感じじゃないんですけどね。イリアさんに、茶味線をね持たせてます。いやー、もう相当ね、さっきめっちゃ惜しかったんですけど、いやー、ちょっといけるか、いや頑張ります。はい、よろしくお願いします。マシュマロセロさんに入ってもらってます。いやー、もう本当にもう本当にもう、いやー、もうね、さっきめっちゃ惜しかった。さっき最後の花にめっちゃ食べられて、もう本当に惜しかったんですけどね。じゃ頑張ります。会場にはね、会場にはあー、よいしょ、こうなってくれる。あ、早めに、早めにリンさんがリタイアされて、よいしょ、この、うん、嘘さんじゃなくて、この、なんだっけ、この子、なんだっけ、ミノ、ミノちゃん結構ね、これスロー入るんですごいいいんですよ、この武器、よいしょ。待って待って待って、危ないなもう。よし、それぞれ、よし、口出し。次は開けます。こうなってくれる。当たんなかった。よいしょ。こうなってくれる。わー、飛んできた、それやだー。よいしょ。こうなってくれる。いい。いると結構近くの敵も攻撃してくれるから、なるべくみんながいるときに使った方が良さそうですね。スキル1、スキルには操作系のスキルなので、なんか結構なんか波に乗ってきたなって感じです。うわっ、危ない、そういうの危ないからもうやめて。はい、またね、イリアさんが三味線を弾くっていうね、資金プレイをしてますけど、もう一回湧くな。どこだい、どこ行ったんだい。いたいたいた、大きい、これ使ってみんなを巻き込んで、よいしょ、巻き込んで、ほんまって。ほんまってくれる。よいしょ。えい。よいしょ。前はね、ちょっと毒性ついてないこのストレートの作りだったんですよね、確か。今全然。やっぱり、よいしょ。オッケー。あとは、一分回復をします、残ったので。あ、ない、それやだ。それ危ないよ、クマちゃん。もう、やめて。OK。君が残ってるのは初めてだな。牽制し合ってますけど。OK。使ってきます。よし、2面でーす。三味線低いやちゃんを見ると、正月イリアさんを思い出しますね。ちょっと、ウッソさんを倒します、先に。こいつが一番危ない。よいしょ。息子さんを先に倒したい。オッケー。ああ、倒しちゃった、先に。この、残った時に、この、あ、
危ないな、危ないぞ。すごい危ないぞ。オッケーオッケーオッケー、引っ付けたんで。あ、待て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 。あ、なんかでもどっかにそのなんかどっかなんか飛んできてる。よいしょ。あれなんか魔導士さんみたいな人生き残ってるっぽい雰囲気出てたけど。オッケー。危ない危ない、それ危ない、それ危ないよー、やめてよー。オッケー、守ってくれる。こうね、まあ本当はね、監視かなんか頼っちゃいけないのかもしれないですよね。よいしょ。まあ頼っていきますよ、その辺は。よいしょ。オッケー。オッケー。オッケー。どうしよう。あと誰が先輩ですか。あはは、ぶつかっちゃった。なんか撃ってきたやつにぶつかった。オッケー。オッケー。オッケー。はい、ゆっくり倒そう。アクアちゃん、SP を回復したい。あ、オッケー。はい、来ましたね。よし、ラスボス。お願いします。あ、聞いちゃった。使ってこう。いっぱい出てくるのでね。あと、カニさんですね、最初はね。さっき花に食べられちゃったんですよ。超うっかりだったもんね。よーし、仕留めた。仕留めたったぜ。オッケー。スキル2がバフ付きだから結構使いやすいですね。これはでも属性はついてないか。おー、うん、危ない。ひどいんだ、危ないんだ。わ、ちょ、待って待って、それ危ない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 。うー、危ない。チキンプレイ、チキンプレイに戻るぞ。ちょっと危ない危ない、ほんと今の危ない。よし、クモを、あとはチクチク。危ないよこいつ、ほんとやめて、ほんと今の。かくかくかく、危ない危ない危ない、これかく。よいしょ、ついてるよね、ついてるよね。こんなに頑張って取れてなかったら泣いちゃうよ、ほんとに。あー、雲が長いんですよね、ここは。よいしょ。よいしょ。認識上がってると、じゃない、消費力上がってるとやっぱ上がりますね。30、結構でかい。よいしょ。危ない、当たった。危ないなー。よいしょ。やばい、クモが本気出してきた。うん。よいしょ、よいしょ。よいしょ。よいしょ。戻ってくれよ、戻ってくれよー。なあ、今当たったのかい、今の。よいしょ、危ない。ちょっとカット今日。カット今日もないけど、カットこう。意外と範囲が広くて落ちてくれてる。よいしょ。よいしょ。待って待って。危なかったな、さっき。本当に、本気で、マジで。あ、上振りしちゃったか、21か。しょうがない。もう、そろそろ倒したいよ。よいしょ。逃げないね、ほんと。今一緒にこの子たちも倒そうと思ったのにさ、危ないよ、やめて。よいしょ、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 
入る。スピを貯めて花を倒す。気をつける、かなり気をつける。さっきパクパクされて負けたんですよ、こいつに。おいしょ、危ない。意外とこの攻撃力強いんですよね。おいしょ、すればいい。よいしょ、これは避けれるんだけど、あ、これやばい、これやばい、これやばい、これ、これやばい。あ、よし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 、この後も意外とあったりするんですよね。攻撃が2連続とか。OK、ラスト仕留めてこい。先にこの2人を仕留めて。OK、よし、ラストこれいけるっしょ。待って待って、よし、やばの、こう打ってくれる、こう打ってくれたい、痛い痛い。よし、もう超長いんですけど、よいしょよいしょよいしょ、えいしょ、終わりだ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 、ここで油断するな、私。危ない、私。よいしょ。あ、それ、意外と当たる、意外と当たるやつ。危ない。これ全部ちょっと、まだ大丈夫だけど。怖いから。いや、これ、結構じゃない、ほんと、マジで。よいしょ、危ない、よくちょうい。あ、よいしょ。よいしょ。よいしょ、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 よいしょ。当たった、当たった。あ、やばい、やばい、よいしょ。マシさんがね、最後まで見守っててくれたんですよね。やったー、あー、いやー、まあね、イジェネのおかげなんですけどね。喜ぶほどの、まあね、イジェネのおかげなんですけどね。まあとはいえ、本当に本当にね、イリアさんは何番目かな、ね、ミオちゃんより前だった。 3番目にゲットした星4キャラ、ミラ様、ミゼリン、ダグラスさんの次に、ゲットした、もう1年前ぐらい、1年以上前ですかね、1年前ぐらいにゲットしたキャラが、墓標にまさかソロでいけるようになるなんて思ってなかったんで、すごい嬉しいです。新規開放ね、イリアさん。ね、ぜひぜひ持っててね、眠ってるって方はね、もし呪い槍が来たらね、もしかしたら使えるかもしれないのでね、ぜひぜひ使っていただければ嬉しいなと思います。いやー、よかった。まあ、結構ね、タウンもカスカスでしてね、今まだレベル30ぐらいまでしかね、みんな槍の、まあ、育ってないんでね、本当に良かったです。結構長い間ね挑戦してたので、何回もねご協力いただいたマシュマロセロさん、本当にありがとうございました。ということで、ツイッターやってます。アットシロコロチャンネルでやってます。ぜひツイッターフォローお願いします。 YouTube チャンネル登録は下の赤いボタンから登録いただきますと動画の更新通知が届きますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。ということで、これじゃんけんいきます。せーの、シロクロじゃんけん、最初はにゃん、じゃんけんぽいグーです。なのでパーの人、明日いっぱいあるかもよ。今日も見てくれてありがとうございました。お疲れ様、またいい、バイバーイ、イエイ。